せい。この扉に合う鍵がないわ。まず鍵を何とかし。すごいすごい、やるね。よっせい。
風が気持ちいい。今日は本当にお散歩日和だね。そうだな。 SAO では攻略のことばかり考えてたから、あまりゲームを楽しむ余裕がなかったもんな。懐かしいね。つい数ヶ月前のことなのに、ずいぶん昔のことに感じるな。そういえば、かの鉄明騎士団副団長殿も最近はめっきり剣を使う機会が減ったんじゃないか。もうその読み方やめてよ。でも確かに前に出て戦うことは少なくなったかな。ウンディーネは基本後方支援だからね。ああ、すっかり引いて。キラーが板についてるよな。剣を握るのもいいけど、最近は支援職も結構気に入ってるんだ。なんでニヤニヤしてるの？俺見ちゃったんだよね。こないだレイピアを腰に下げてないのに剣を抜く動きを取ってた。見てたの？いや、まあ空振りするのが視界の端でチラッと。やだ、恥ずかしいよ。前衛に出たくなったら俺がスイッチするから、思う存分暴れればいいよ。うん、分かった。せい。やお疲れ様。俺たちも同じクエストやってるんだ。そっちは順調か？ああ、順調さ。ワイバーンもお前たちより先に倒したぞ。このクエストは先にクリ。俺たちだって負けないぜ。お前たちもせいぜい頑張れよ。ずいぶん自信があるんだな。ああ、俺たちは。おい、先を急ぐぞ。ああ、お前たち、またな。ああ、自信に見合った実力がありそうだったわね。ああ、さっき農場であいつらの戦闘を見かけたけど、実力は本物だったな。別に敵対する気はないけど。そうだな。ゲーム、まあ気を取り直してダンジョンに向かいましょう。ああ、他のプレイヤーたちとの競い合い。
これも VRMMO ならではの楽しみだ。再びこの感覚を味わえるようになったのは、この ALO に入ると決めたから。あの日俺は ALO へのログインを決めたんだ。いやいや、お三名様、お待たせしちゃってごめんよ。上司の管に捕まっちゃってさ。彼は菊岡誠二郎、総務省の役人で SAO 事件の被害者たち。その日は俺だけでなく、アスナやスルハも呼び出された。おやおや、面白そうな記事を読んでるね。歌姫セブン、僕も気になってたんだよ。今日は SAO の話じゃないんだ。まあまあ、少し話を聞いてくれよ。この子の歌がまた可愛らしく、それでいて結構レベルの高い楽曲でね。全てを兼ね備えた少女アイドル。あの残酷な事件に相対するみたいな平和提唱のメッセージを持つ歌を。へえ、お兄ちゃんもこういう子が好みなんだ。違うよ、俺はあくまで一般的な話をしただけでだ。でも君たちも興味を持っていたんだね。俺 ALO にログインしようと思って。え？その反応されるのは予想ついてたよ。でもさ、 SAO のサーバーをコピーした新たな世界、さらに SAO ではできなかった飛行地、今一番熱いゲームであることは間違いない。うん、そうだね。この世界に俺が興味を持つなっていうのは無理な話だろ。アスナだって興味があるんだろ。前にもだいぶ詳しく教えてくれたよな。バレちゃったらしく実は私もお兄ちゃんたちを ALO に誘おうと思ってたんだ。なんだ、わざわざ呼び出すこともなかったかな。何か言ったか。いや、何も言ってないよ。それよりキリト君、また VR 世界に行くのは怖くないな。俺たちの経験は確かに辛いことが多かった。これから VR 世界がどうなっていくのか、あの SAO。 私も行くよ、キリト君。アスナなら私が先輩だからね。二人のナビもちゃんとしてあげなきゃダメでしょ。よし、そうだな、行こう。うん。こうして俺たちは ALO の世界へ。うわあ！あの人たちモンスターに襲われてる。助けて。ああ、そう。よし、敵がスタンスだ。お、なんとか逃げ切れたな。いきなり強いモンスターに襲われてやばかったんだよ。さっきのやつ中ボスクラスだよな。そんなのにいきなり襲われたらさすがにきついよな。俺たちのパーティーだけじゃこの先のダンジョンに進む。なあ、あんたたちも力を貸してくれないか。あのモンスターダンジョンの入り口のあたりにいるから。そうだな。俺たちもモンスターを倒すのを協力するよ。おお、サンキューな。あんたらが一緒なら心強いぜ。ああ、よろしくな。このボスを倒せばクエストクリアです。頑張ってください。はけ、はっ、しまった。はっ、これで決めてやる。はっ、はっ、しまった。はい。パパ、敵の体力が半分を切りました。さすがです。パパ、敵の体力が残り少しです。これで決めてやる。